M462 アビールはイスラエルで開発、運用されている軍用車両である。M462 アビールはイスラエルのオートモーティブインダストリーズ社によって開発された四輪駆動の中型軍用車である。同じエール社によって開発され、1970年から1993年までイスラエル国防軍によって使用された M325 ルンルンの後継車両である。 1980年代中頃より M325 からの更新が開始された。アビールはヘブライ語で機種を意味する語である。M462 アビールは M325 の後継車種で、車体レイアウトは非常によく似ているが、全体的にわずかに小型化されており、一方でエンジン出力は大幅に強化されている。1 8 0 0ラムの積載能力を持ち、 いくつかの派生型が運用されている。M462 は1980年代に運用が開始され、現在も現役である。しかし、派生型を含め本格的な走行戦闘車両ではないため、例えば、レバノン南部などの敵対勢力支配地域に侵入して行われるような軍事作戦ではあまり積極的に使用されておらず、 イスラエル国内でのパトロールなど、比較的危険性の少ない任務で使用されている。そのためメディアなどへの露出もあまり多くないようである。近年になって、総輪式の輸送車にもより高い防御能力が要求されるようになり、完全に走行化された、全部総輪走行車が開発され、M462 と合わせて実戦配備された。M462 は M325 と同様、 南米やアフリカなどの数カ国に輸出されている。この他、m 4 0 1 0 6ト、mm、ル無反動砲を搭載した車両や消防車型なども存在する。ありがとうございます。